どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて登場した最強の展開カードをご紹介していきたいなと思っておりまして、何かこれ今のところデュエルリンクスに実装されているカードの中で最も強い展開カードだと俺は思います。一族の結集、これめちゃくちゃ強い、これめっちゃ強い、本当に強いですこのカード。フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できますよと。でそのモンスターと元々のカード名が異なっていて、元々の種族が、同じモンスター、まあ、要はだから機械族だったら機械族、なんか原神呪族だったら原神呪族みたいな、そういうね感じで、そのモンスターを手札か墓地から選んで特殊召喚できますと。だからも墓地からはもう死者蘇生みたいな感じで使えるし、リビングデッドに呼びたいからどっちかというと、マナカードだからリビングデッドみたいな感じで使えるし、手札からも出せるんですよ。これめちゃくちゃ強くて、で、さらにおまけ効果も結構強くて、魔法トラップゾーンのこのカードが、相手によって破壊されると、デッキからこの同じ遺族の結集をもう一枚セットできるよという子が持ってるんですよね。だから破壊されてもいいっていう。で機械族に今回は焦点を当てるんですけども、機械族って強いモンスターめっちゃたくさんいて、しかも墓地を肥やすギミックも長けてるんですよ。で墓地からも蘇生できるし、引いちゃってもいいし、これめっちゃ強いですよね。まあ、基本的なギミックはサイバーダークです。サイバーダーク、まあ、エッジを、召喚して、で、まあ、殴られる時でも殴る時でも落とせるじゃないですか機械族を。で、まあ、一番やっぱり強いムーブはそのデスペラードを落として、墓地にデスペラードを送っといて、デスペラードの効果でテンパランスをサーチしてワンキルを防ぐ、まあ、これクリボードの効果持ってるからね。で、送っといたデスペラードを、一族の結集で、この機械族だからサイバーダークエッジが、だから一族の結集で復活させて、破壊して相手のモンスターをっていうこともできるし、あとねもう一個、ストラクチャー合体できるっていうことに僕気づきまして、これ、ね、リアクターが出せるんですよこれもすげえ強いんですよ。サイバーダークエッジで、まあ普通にカノンの効果で落としますよね、墓地にリアクターを。で次の開始のターンで一族の結集でこれ出せるんですよ。だから、まあ、攻撃官能系に頼ってるなんかデッキとか、あとリバースカードとかね、いうモンスターとかを単純に殺せるし、あと3000だってやるから呼吸トースとかも殴れるんですよ。これめっちゃ強いです、これめっちゃ強い。で今回は、まあ、攻めのギミックにほぼ全てのギミックを割いてるんで、防御札ほぼないですほぼない、まあ、一応一族の結集がなんかワンチャン防御札みたいなとこあるけど、エネコンが2枚ぐらい入ってるだけで、これも攻め札だからどっちかっていうと。なんで今日は完全に攻撃しかしてません、僕は。で、スキルも絆の力っていうね、スキルにしていて、これで呼吸と数の2900っていう打点を2体並んだら、そのリボルバーでも殴れるようになるとか、まあ、いろいろあるから、まあ、こういうね、そういう、ギミックを使っていきたい。これを入れとくことによっていろんなデッキの対策になるんで、これめっちゃ強いです。リアクターとデスペラードが出てくるっていう、どっからでもね、手札からでも墓地からでも出てくるっていう、やばいでしょ。もう聞いてるだけでワクワクしませんか。ワクワクさんですよね。もうゴロリまである。で、ちょっと残念なところはやっぱりそのプレミアムではないっていうボムスパイダーと一族の結集がプレミアムではないっていう、もうなんかワンチャンもうこれ俺一族の結集集めに行こうかなって思ってるぐらい本当に強い。早速ねご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、クロノスでメディス選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。サイバーダークカノンの効果と、サイバーダークカノンの効果によってサイバーダークエッジを手札に加え、そしてサイバーダークエッジを攻撃表示で召喚、サイバーダークエッジの効果とサイバーダークエッジの効果によって墓地のドラゴン族モンスターを装備、そしてカードを2枚セット。これは強いぞターンシードだ。いや安定感がねありますね、やっぱりカノンが引けてるとやっぱ安定感が違うわ。もう安心だもん。それでもそんなに安心じゃねえな、それあんまり安心じゃない。ちょっとエネミーコントローラーがあるから、まあ、ギリギリなのかなと信じたい。いやもう石坂の結集が本当に強いですね。これマジでもう2枚むきに行こうかな。プレミアム、いやもう俺これほとんどプレミアムデッキなんですよ。レシピ見たら多分わかると思うんですけど、冒頭に紹介してから、あれほぼプレミアムデッキなんですよね。あとね、ボムスパイダー1枚と、結集2枚をプレミアムにすると完成するんですよ。これマジで、ここワンチャンあると思うんだよな。これマジでね、ワンチャンあると思う。だって結集ってミニパックでしょ。
ミニパックの SR って意外と出る説ない？意外といくらくらいかな、ちょっと誰か計算してくんない？誰か計算してよ。そのこれダブサイとかやばいな、ダブサイとかが一番やばい、ダブサイとかがあると一番やばいけど、いやちょっとおとなしくして、おとなしく、おとなしく、耐えんの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 しよう、耐えんのしよう、耐えんのしよう。ちょっと待って、やめて、バトルやばい、怖い、何、あぶねえ、オッケーセーフ、エミコンだろ、オッケー、エミコンナイス、勝ちな、勝ったな。ですね、ちょっと待ってくださいね。エネコンして、エネコンして、あれパクればよかったか、パクればよかったな、ちょっと待ってくれ、まあ間違えた、まあいいや。サイバーダークカロンの効果、サイバーダークカロンの効果によってサイバーダークエッジを持ってくるぜ、パクればよかったな、別にまあいいや。サイバーダークエッジを攻撃強制召喚、サイバーダークエッジの効果発動、サイバーダークエッジの効果によってサイバーダークカロンを装備、そしてスキル発動、絆の力バトル、いくぞ、サイバーダークエッジでまずはモンスターに殴る。俺エネコンの使い方下手くそすぎん。サイバーダークカロンの効果、アンティキアリアクタードラゴンを墓地に送り、うわー、おれ、そしてサイバーダークエッジでダイレクトアタック、さらにリバースガードオープン、一択の結集、何もな、アンティキアが使えるのはあなただけじゃないんですよ、グリボール投げれるもんなら投げてみろ、強すぎ、ちょっとエネコンの使い方下手くそだったけど。強すぎ。さあお相手の方、サイバー社長よろしくお願いします。ゼル3倍サイバーダークカロンの効果と、サイバーダークカロンの効果によってサイバーダークエッジを持ってきて、そしてサイバーダークエッジを攻撃強制召喚、サイバーダークエッジの効果と、サイバーダークカロンを装備、ターン終了。防御札がね、あのね、薄いんですよこのデッキ。それだけちょっと課題ですね。なんか攻撃に全振りしてるんで、ほぼ防御札なしみたいなデッキなんですよ。その防御札はイコールなんかそのデスペラード、もしくはテンパランスという、ああこのじゃガンクセちょっと辛いな。ガンクセはちょいつら。セットしてこうですかね。でスキル発動をでバトル、いけ！サイバーダークエッジダイレクトアタック。なんかあるけど、まあ、攻撃可能か、あカナディアか、なるほど、あっちカナディアはちょっとめんどくさいな、カナディアはめんどいな、ターンしろ、カナディアめんど、カナディアガチめんどいんやが、ナビゲートやば、これはやばいか、強いな、ちょっと待ってくださいね。まあでも言うてデスペラードがいるんで、まあ戦闘破壊さえしてくれればなんとかなるんですけども、どっちかを、どちらかを、カナディアも来る、なるほど、カナディアも来ていく、カナディアも沸かしていく、でさいブラックマジシャンと、ブラックマジシャンイリュージョンですかね、あブラックマジシャンとブラックマジシャン、なるほど、なるほど、ブラックマジシャンとブラックマジシャンとカナディア、はいはいはい、いいですよ、そこまでは許容しますよ、そこまでは許容しますよ、殴っていただけますか、殴っていただけますか、あ殴っていただける、そうだなこれ。あやった、ロッキー、ロッキー、ねえ1枚表だったらいけるようにしなきゃいけないから、まあ、それで、これはね、一回スルーなんじゃないかな、一回スルーしてて、ブラックマジシャン2回掘ってるから、これ2回殴られないとダメだから、はいはい、OK です。で、そこで、これ、ここで出ます、ここで出す、OK、これで1枚表 だったら大丈夫、1枚表以上でセーフ、OK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 、バトルステップ、自分よろしいか、バトルステップ、デスペラード、リボルバードラゴンの効果発動、ポイント層3回行い、表の数だけ、危ねえ、ナイスナイスケア、あっぶれーセーフ。あっぶれー、ドロー、あ、オッケー、ナイスナイスです。ですね、カノンがいるのでこれ出してもいいですね。サイバーダークエッジを攻撃しようでしょうか、サイバーダークエッジの効果と、サイバーダークカノンを装備するぜ。ナビゲートあんのか、ナビゲートあんだよな、ナビゲートあるから、バトルフェーズ入って、あカナディアか、なるほどな、あーオッケーオッケーオッケー、問題ない、まあ、今のはまああれですね、先にどっちも同じかでも無効にされるから、まあいいや、こうしてで安全に安全に安全、おー強い、やるやんけ、やるね、なかなかやるやん、でも危ない、これカナディアいるから大丈夫だ、ギリギリセーフ、カナディアいるからセーフで、でここでしっかりと
まあ、表ご無駄無駄なゴン、これ破壊しても届かないからダメだな、破壊しても届かないからダメだから、でこうして、でデスペラードで、ボムスパイダーだけ出しておきましょうかね。ボムスパイダー出して、あ、これね、あれなんですよ、デスペラードからデスペラードがいけないんで、ちょっとそれだけ注意って感じですね。でボムスパイダーをぶち殺していきましょう。あー、カナディアね、オッケー、カナディアはオーケー、カナディアは全く問題がない、1200やから。でボムスパイダー蘇生して殴りに行っていいな、これは。ボムスパイダー、攻撃装置でボムスパイダーアタック、はい、オッケー、ターンシュロー、オッケー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 、よし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 、いいぞ、無駄やな今の豪雨、無駄だわ、さっき出ろよ、何死んでよ。バトルフェイスオッケー、バトルフェイスオッケー、効果と効果発ドン、オッケー、よし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 、はい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 、まあ、一応これを選択して、でボムスパイダーの効果ドレーンデスペラードリボルバードラゴンの効果、さらにデスペラードリボルバードラゴンの効果遊戯王は楽しいな、カイバー、遊戯王ってのは楽しいな、カイバー、え、カイバーよさあ、砂時計チェックします、ドロー、砂時計チェ、あ、砂時計光ります、なるほど、光りますか、光るんだったら攻撃しに行っていいですね、ここに関しては。でこいつは別にいいか、こいつは別にいいな、スキル発動、キッズの力バトル、さあくたばれカイバー、さあ使えよ、そのなんか魔法カナディアね、オッケー、カナディアでそれが裏になっていく、あー、まあ、それはまあ全く問題はないな、それに関しては全く問題はない。2550だから、ですね、これで、バトルステップ、エネコン発動、残念でした、頑張りましたね、カイバさん。カイバさん、コマンドを入力、左、右、A、B。さあ、クロノステメディス選手、デュエル、デュエル、デュエルだ、満足さんのあのデュエルだの言い方めっちゃ好きやわわかります、デュエルだのあの言い方ね、あの言い方好きだわ、あれ練習してんだよ、デュエルだ、デュエルだ、うん、なんかちょ、もうちょっとなんだ、惜しいな。ええ、サイバーダークからの効果、サイバーダークからの効果によってサイバーダークエッジを手札に加え、そしてサイバーダークエッジを攻撃表示で召喚、絶対サイバーダッカロンが初手にあるっていうスキル欲しいわ、なんかカノンスターターっていうスキル欲しいわカノンで始まないとね、ちょっと始まんないからね、サイバーダッカロン、さあいくよ、バブルダイレクトアタック、サイバーダッエッジでダイレクトアタック、サイバーダッカロンの効果発動、せいやな、これはリアクターでいいな、相手アンティークやから、あいつ意味ねえや、なんだっけ、デスペラードもテンパランスも意味ねえから、リアクター出すから俺、みんな待ってて、俺リアクター出すから、あいつだけがね、あいつだけがね、アンティーク使うと思ってたらね、間違いなんですよ。一族の結集の効果発動、一族の結集の効果によってフィールド上の機械族モンスターをして、俺は手札および墓地より機械族モンスター一体を特殊召喚できるぜ、来い、アンティークギアリアクタードラゴン、そして一族の結集の効果発動、このカードが破壊された場合、デッキより同じカードをセットできる、強っ、強いわ、アドバンテージ失わないや、全然やばすぎるこのカード、本当にシステムダウン、嘘やん、嘘嘘でしょ、どういうこと？